セアラごめん。日曜日ママお仕事になっちゃった。俺もバイト。でも来週はお休みだから一緒にお出かけしようね。ごめんね。うん、もしもパパやおじいちゃんやおばあちゃんがいたら、セアラはお留守番しなくてもいいのかな。やあ、あぶぶのぶー、セアラです。ありがとう。なにこれ、喋ってる。トリクアムスター、クマさんや。やだ、手離す。早まるな、そして振るな。オイラアポノスケ、こう見えてクマさん。アポや、助けてくれてありがとう。めっちゃ喋るトリクハムスター。話聞いて、クマさんって言ったよ。早まるな、締め出すな。アポ優しいよ。怪しい人はみんなそう言うよ。うん、飲んじゃダメ。ダメダメダメ、早まるな。大丈夫？にが。ありがとう、2回も助けてくれて。クマさんの恩人や。ふーって吹いて。うー、違う。ふーふーふー、ふー、わー、いつも一人でやるベランダのシャボン玉が今日はいっぱいだ。ただいま。セオロ楽しそうね。お友達来てるの？え、ハムスターでかっ。クマさんです。喋るクマのぬいぐるみ、セアラ持ってたっけ？ちゃうわ。アポの住んでいる森に風船が来たんや。その風船掴んだら飛ばされて、助けてくれたのがセアラちゃんや。お嬢さん、僕が取りますよ。セアラすごいじゃん。アポもありがとう。セアラ楽しそうだった。お、ねえママ、飼い主見つかるまでアポをうちにいてもいい？いいじゃん。飼い主って、それまでうちにいなよ、アポ。アポ、ただいま。セアラちゃん、めっちゃ遅かったやん。アポ一人ぽっちやん。シャボン玉15本使ってん。16本目3分の1くらい残ってるで。ごめんごめん、学童行ってたから15本。きついっす、マジきついっす。で、飼い主どうやって見つけんの？そうだよね、飼い主おらんて。鳥さんの巣にお邪魔してるで。え？アポはアリのアーリーと大親友やねん。でも山またぐでアポ潰されんねん。あとアゲちゃん、アゲハチョウや。人間5人くらい乗れるアゲちゃんがアポの大好きな蜂蜜くれんねん。でもアゲちゃん巨大やから蜂蜜シャワーになんねん。アポベトベトやん。あとは人間に変身できるウサミとネッコと、アポの手のひらで遊ぶの大好きなパンダローと、チューリップに住んでるチュリゾウが仲良しや。おお、アポはみんなが大好きなんだね。アポの森、不思議。でもすごい楽しそう。どこにあるの？楽しいで。アポの森は森の奥の谷を下って、山を2回登って、登山ロープを行って戻って、滝に打たれて川に沈んで流されてワニエルの背中に乗って着いたところだ。ワニエルしか場所わかんなくね。アポから見たらセアラちゃんのここの世界は不思議やん。でも楽しいで。セアラちゃんの家族も大好きや。セアラも喋るドデカハムスターのアポ大好き。お友達のお家みたいにパパはいないけど、ママとお兄ちゃんがいるこの家族は大好き。セアラはパパもおじいちゃんもおばあちゃんもいないけど、でもセアラにはアポがいる。ああ、高いね。とりあえず病院行こうね。病院？熱？会社に休みの連絡するからちょっと待っててね。ごめんね、ママ。何が？え？何が？ごめんて？セアラが病気するとママ会社休まなきゃならないから。ママ仕事行ってええよ、アポいるやん。じゃ
あ病院行ってから遅刻で会社行くね。アポお願いね。わかしときあよ直そう。直ったらまたシャボン玉やろな。うん、アポ大好き、ありがとう。飲みな。直ちゃんはお兄ちゃんの野球の試合を家族で見に行くって、夏目ちゃんは家族で水族館に行くって、みそらちゃんはおじいちゃんとおばあちゃん家に遊びに行くって、まりなちゃんはパパとママの誕生日プレゼントを一緒に買いに行くって。毛皮から取れんねん。いいなって思ってた、今もいいなって思うけど、シアラもアポと遊んだよっていいでしょって言いたい。アゲちゃん、やめてってもうベトベトやん。アポ、アゲちゃんに会いたいのかな、帰りたいのかな。アポにはアポの森がある。ヘリウムガスバルーン風船用3,800円、送料無料。どこ？でも、よし、ママ、セアラお手伝いするからお小遣いちょうだい。何？欲しいものでもあるの？うん、風船。どうした？何？なんでもない。あわあわや。アポ、お手伝いがこんなに楽しいのは。ゴミゴミ。アポ重い。やめやめ、コロコロハゲるやん。あは、アポがいるから。アポくるぞー、すげえ。何すんの、どうすんの、これどうすんの、特に飾る。すげえすげえ。アポにあげる。アポの、嬉しい、ありがとう。アポ、それでお家帰れるでしょ。やめて。なんで返すねん、アポ嫌いなんか。アポ、もうアポいらんのか。アポおらんくて寂しないんか。アポとバイバイ平気なんか。違うよ。アポいらんくなって返すためにお手伝い頑張ってお小遣い貯めてたんか。そんな嫌やったんか。アポアホやんか。アポはセアラがママとバイバイしたら嬉しい？あ、嬉しないわ。じゃあセアラもそうだよ。アポが友達とバイバイしてる今は楽しくない。アポいないと寂しいよ。セアラもみんなもセアラが我慢するから。アポポのポやで。セアラちゃんも一緒に行く？せやな、セアラちゃんおらんくなったらママ泣いちゃうもんな。セアラちゃん大好きやで。またな。アポ、セアラも、アポ、セアラも、セアラも、アポ、アポ。ありがとう、やっぱり大好きや。アポー、セアラもアポ大好き。アポとセアラちゃんは一緒にいる運命やと思う。セアラもそう思う。またお小遣い貯めて風船買ってもええで。そしたらアポを鳥さんに風船パッカーンってお願いするわ。セアラもそうする。今のってちゃうわ、偶然や、偶然。セアラちゃんは我慢しなくていいってことや。セアラちゃんなんかいいや。アポ、アポポのポやね。今年も開催決定、リボンジャンプ小学生漫画大賞募集スタート。審査には超豪華な漫画家さん6名と各種の編集長4名が参加するよ。
前回はなんと4作品が超大賞を受賞。あふれる漫画への情熱を健康用紙にぶつけてね。豪華商品ゲットの大チャンス。応募の締め切りは2025年3月31日月曜日。詳しくはリボン9月号、最強ジャンプ9月号、またはリボンジャンプ小学生漫画大賞公式サイトをチェック。たくさんの応募待ってるよ。最後まで動画を見てくれてありがとう。